浮かび上がる黄色い光。ここには数千もの光が灯されています。綺麗ですよね。こんばんは、HABアナウンサー森重ありさです。この時間どんどん日は暮れてはいるんですけれども、日中ざっと雨が降った影響でしょうか、蒸し返すようにとってもジメジメしています。さあ、私は今日加賀市の奥の屋の梨園に来ているんですけれども、この時期美味しい旬の果物の一つに梨がありますよね。私も大好きです。でこちらは県内最大規模の大きさを誇る梨の産地になっていて、今出荷のピークを迎えているんです。今日は特別に園内から中継をさせていただきます。では早速今日のふむふむポイントに参りましょう。こちらです。幻想的な光が梨を守るということで、この光なんと梨を守っているようです。詳しいお話はですね、はい、こちらです。奥の屋梨生産組合のハイヤ組合長です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本当に広い梨園ですよね。いつ頃からこのライトを点灯しているんですか？そうですね、こちら、40年ほど前から、点灯しておりまして、こちらの梨園の広さは、32ヘクタール約1万5000本の木がありますので、でライトの数は、2000基ほどあります。そんなにたくさんあるんですね。これ、毎晩つけているんですか？はい、8月は、夕方6時から翌朝6時まで、で9月になると夕方5時から翌朝7時までつけています。そうなんですね。でもそもそもこの光っていうのは何のためにつけているものになるんですか？そうそうそう、これは防蛾灯といって、蛾を寄せ付けないためにつけています。蛾がなんかその近くに来ると梨に悪い影響とかがあったりするんですか？そうですね、実は蛾が梨を食べるので、それを防ぐためにつけています。私も梨大好きなんですけど、ガム梨好きなんでしょうね。そうです、ね、食べちゃうんですか？ちょっと梨の実を食べるのは初めて知ったんですけれども、この光ってたくさん種類あると思うんですけど、どうして黄色なんですか？ガは夜行性なんですが、この黄色い光が画家から見ると昼の明るさに見えるらしくて、昼と勘違いして寄ってこないと。そういうことですか？日中だと勘違いしてくれるんですね。そうですね、はい、で梨の収穫期の前後は一晩中こうして光を灯しているということなんですが、その時の様子がとっても幻想的だということなんです。でまだちょっとね、空が明るい時間帯ですけど、せっかくだったら暗くなってからの梨園の様子見てみたいですよね。見たいですよね。ということで、先日こちらの梨園の夜の様子撮影しました。ご覧ください。夜どんな風に変わるんですか？わー、すごい、すごい、これはすごいな。すごいですよね。静寂の中で2000基もの防蛾灯が灯る梨園、幻想的な世界が広がっています。ただこの光景を見ることができるのは梨園の関係者の方のみなんですよね。この幻想的な世界は9月下旬まで続くということなんですけれども、実際に早谷さんも毎日この贅沢な景色を見ているということですか？そうですね、私もたまに、遅くまでいますので、この景色、見たことはありますね、はい、なんかうっとりしちゃいますよね。そうですね、幻想的な光、の中でいるような感じになります、ね、本当に結構近くにいると光も強いなとね、はい、そうですね、いうふうに感じますけれども、でもこうして防蛾灯に守られて梨もね、美味しく育っていくということだと思うんですけれども、こちらの梨園どんな種類の梨を育てているんですか？そうですね、我々の、梨園は、愛寒水、香水、豊水、そして秋月の4品種を、はい、育てています。で愛寒水はすでに出荷が終わっていますが、今は香水の、収穫出荷をしています。今香水の時期ということで、はい、実際にこちら収穫するってなると朝何時ぐらいから？そうですね、皆さん、もう6時ぐらいから収穫なさってますね、はい、6時から。でもこの時期暑いですよね。そうですね、はい、大体こう何玉っていうと難しいと思うんですけど、多いところ時ではお一人どれぐらいこう生産者の方って通るんですか？そうですね、まあ、多い時ですと、1000玉ぐらいでしょうかね、はい、収穫してますね。もちろん機械じゃなくて一つ一つ手でもぎ取ってなんですよね。
な、ね、手作業だなというふうに思うんですけれども、ちなみに昨日今日と台風県内最接近していましたけれども、はい、影響大丈夫でしたか？そうですね、台風の影響は、ほぼほぼなかったので本当はほっとして安心してます。よかったです。そして今年特に暑い日が続いていて、酷暑だなというふうに思うんですけれども、梨の出来に問題はないでしょうか？そうですね、今年は雨が少なかったので、実は小ぶりなんですが糖度は高く甘い梨に育ってます。用意したのでぜひ、食べてみてください。嬉しいです。いいな、やっぱり糖度はガツンと高くなってるんですね。わ、さあこちらにご用意いただきました。私梨大好きなんですけど、香水か、今年初めてです。嬉しい、いただきます。いや、いいな、森重さん。あ、いい音、いい音しましたね今。どう？甘い。噛めば噛むほど甘みが増してきて、果汁が滴る。今すっごい喉乾いてたんですけど、喉潤いました。想像以上の果汁です。もう本当に贅沢な梨ですね。さあ、はやさん、こちらに梨いっぱいありますけれども、はい、食べ頃の梨の見分け方ってあったりするんですか？そうですね、まあ、あるそうなんですよ。はい、ありますけど、やはり、少し、黄色みがかった、梨の方が美味しいかなと。このあたりちょっと赤っぽいというか、はい、うん、あ、これが美味しい証拠。ちょっとこちらだとまだ青い、はい、そうですね、もう少し置いた方がいいです。はい、はい、ということで、ちなみにやっぱり冷やした方が美味しいと思うんですけど、どれぐらいの冷たさがいいんですか？そうですね、30分ぐらい冷蔵庫で冷やして食べていただけるとちょうどいいかなと。はい、ということで皆さん冷やしすぎ注意です。はい、わかりました。さあ今年はどのぐらいの収穫見込めそうですか？そうですね、今年は、600トンから700トンの、収穫を予定しています。はい、ちなみに去年は豊作で過去最高の800トンだったそうです。さあ、甘い果汁がぎゅっと詰まった奥の家の梨、皆さんもぜひ味わってみてください。はやさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は加賀市の奥の家の梨園から生中継でお届けしました。おいしい。